合算と打ジの戦い。合算と打ジの戦いは、1542年から1543年、1565年から1566年に、天越の本拠である、出雲国の合算と打ジ現、島根県安城市をめぐって発生した合戦である。この合戦は、大内義隆が、毛利氏などの諸勢力を引き連れて攻め込んだ、第一次合算と打ジの戦いと、 大内氏滅亡後に、毛利元成が行った第二次合戦と打城の戦いに分けることができる。なお、第二次の合戦により天子氏は滅亡したが、その後に天子氏の再興を目指す勢力が起こした戦いについても合わせて本校で記述する。天文十年、1541年に天子春久率いる天子軍は毛利氏の本拠である。 吉田軍山城を攻めたものの、大内軍の援軍を得た毛利軍に撃退された、吉田軍山城の戦い。この天腰による、秋遠征の失敗により、秋と貧乏の国人衆は、天腰側だった国人用紙たちを含めて、大内氏側につく者が続出した。さらに、秋、貧乏、出雲、岩見の主要国人衆から、天腰退治を求める伝書状が、 大内氏に出されたことを受け、東高房をはじめとする武断派は、出雲遠征を主張。相原武志人や冷静高とよら文治派が反対するが、最終的に大内義高は、出雲出兵に踏み切ることになった。なお、大内氏出陣の少し前となる、天文十年十一月には、天骨根久が死去している。天文十一年一月十一日。 1542年1月26日に、出雲に向かって、大内軍本隊が出陣。大内軍は吉高自らが総大将となり、東高房、杉重則、内藤大木森、霊勢高豊、広中隆法らが兵を率いていた。また、吉高の養子師、大内春餅も合わせて出陣する。1月19日に、五福島神社で戦勝祈願をした後、 出雲に向かう。毛利軍も、毛利も隣、小早川昌平、増田富士県ら、秋、須王、岩見の国人衆を集めて、大内軍に合流した。4月に出雲に侵入したものの、赤名城の攻略に6月7日から7月27日までの日数を要し、10月になって、水戸や峰日本人を構えた。その後、年を越して、 ガス山とダジョーを望む系ーラ小山日本人を移す。天文12年1543年3月になって攻防戦が開始されたが、城攻めは難航する。また、領土にて、天子軍のゲリラ戦術を受け平坦な補給に苦しむ。そして、4月末には、天子式家から大内氏に蔵返して参陣していた、三戸ヤ夫、三ミため、清メ、本城上皇。 吉川沖爪などの国人衆が再び、天子方に寝返った。陰徳太平記によると、城を攻めると見せかけて堂々と、城門から天子軍に合流していったと言われる。これにより、大内邦の劣勢は、明白となった。5月7日、大内軍は撤退に取り掛かり、出雲軍出雲裏へ退いた。だが、天子軍の追撃は激しく、 大内家臣の福島玄三郎近弘、宇田や郎たちが防ぎ戦死している。この時、吉高と晴持は別々のルートでスオまで退却を図った。吉高は、珍寺湖南岸の陸路を通り、岩見路を経由して5月25日に山口に帰還する。しかし、中海から海路で退却しようとした晴持は、船が事故で転覆したためで起死した。また、毛利軍には、 殿が命じられていたが、天子軍の激しい追撃に加えて、土一期の待ち伏せも受けたため、壊滅的な打撃を受けた。秋への撤退を続ける、毛利軍であったが、岩見の山吹城から繰り出された軍勢の追撃によって、元成と着死流言は、自害を覚悟するまでに追い詰められたとされる。この時、毛利家臣は田辺通りが元成のかっを着て、身代わりとなり、わずか七きで、 追撃軍を引き連れて奮戦した後に討ち死にした。この犠牲により元成は吉田軍山城への撤退に成功した。この遠征は1年4ヶ月の長期間にも及んだ挙句に大内川の敗戦となり、長愛していた晴れ持ちを失った吉高はこれ以後政治に対する意欲を失ってしまう。この戦いは大内支水隊の一員となった一方、天腰は 春久の下で勢力を回復させ、最盛期を喪失する。また、大内氏の滅亡後には、岩見国をめぐって、毛利氏と天子氏が熾烈な争いを続けることとなった。巣王、長戸を攻略して、大内氏を滅ぼして、勢力を拡大した毛利氏は、岩見銀山をめぐって、天子氏と対立していたが、工事2年、1556年の忍元崩れと、永六二年、 1559年のコ路坂の戦いでは敗れてい。しかし、A63 年、1561年12月に、天子春久が亡くなると、着難、天子義久が家徳を継いだ後に、雲芸和義を経て、A65 年、1562年には、岩見銀山を手中に収めることに成功する。一方の天子側は、家臣団における不和や雲芸和義による、 不満の紛失もあって、出雲西部、南部黒人州の多くは、毛利側へと離反していた。永六五年、1562年7月3日、元成は三人の息子と軍勢を率いて、吉田軍山城を出陣。途中、九州の大友総林が、武前の毛利資料を脅かしたため、毛利流元は、遠征軍から離れて、その対応に当たった。毛利軍は、 岩見路を経由して、出雲国へ、侵攻。12月には、新宿北岸日本人となるイイ、荒い合い、荒わい、荒熊城を築いた。合参戸田城の防衛網である、天子重機と呼ばれる、四条軍のうち、赤名城や三沢城などいくつかの城は戦わずして、毛利に降っているが、白六城などは、毛利軍に抵抗。白六城には、城主の松田誠ほどその父松田満宮。 さらに援軍である天子鹿神、牛尾岬雄が軍勢を降りつてこもっていた。白六城は、ガス山戸田城の日本海側の玄関口とも言うべき、役割の城で、ガス山戸田城を孤立させるためには、この城を落とすことにより船で、日本海から兵糧を運び込ませるのを防ぐ必ずがあった。白六城攻略のため、白六城の北にある、真山、新山城を、元春が占拠して婦人し、 さらに、倉山を抑え、中海に、小玉成方騎下の水軍を派遣して封鎖するなど、白六条と合算と打条の分断を進めた。A66 年、1563年、幕府の仲介を得て、大友氏との和議を結んだ龍元は、遠征軍に合流すべく白六条に向かう途上に、秋の笹部で休止した。元成は悲しみを顔に出さず、龍元への追善は、 天腰の撃滅の他に、なしと将兵を悟したので、全軍の指揮は奮い立った。8月13日の夜に総攻撃が行われ、小白六条と呼ばれる出丸を占拠し、牛を岬用にも手傷を負わせたものの、本丸を落とすことはできなかった。また、元成は、岩見銀山から甲府を数百人呼び寄せて、白六条の水を立つために行動を掘らせたが、毛利氏の掘り進める行動に気づいた。 呂城軍は妨害した。なお、この戦いの最中には、ヤブの戦いがあったとの逸話が残されている。9月下旬になって、天子川側は、義久の弟である、天子道久らが援軍を、白六城に送ったが、毛利軍の包囲網を突破することはできなかった。小爪が敗退したことで城兵の士気は下がり、10月に降伏した白六城の戦い。 白力城を制圧した毛利元成は天腰の拠点を次々と制圧した。毛利水軍によって海上も封鎖し、福原貞田に鉄砲隊を与えて海岸線の守りを固めており、A68 年1565年春頃には合山戸田城への補給線はほぼ断ち切られていた。4月17日、毛利軍は合山戸田城への総攻撃を行った。 ガス山と田城には城内に通じる道が三つあるため、正面のおこもり口を元なり引きる軍勢、南側の塩谷口を元春の軍勢、北側の菅谷口を高影の軍勢が攻めた。それに対して、天子軍は、三子、森口を天子義久引きる軍勢、塩谷口を天子道久、山中高生らの軍勢、菅谷口を天子秀久らの軍勢で防いだ。 この時、竜玄の着手、毛利輝元と、元春の着難、吉川元長が偉人として参戦している。しかし、四季王政の天子軍は前線し、連日攻め立てる毛利軍の気打ち侵入を阻止した。二十八日に総攻撃を中止した元成は、新井愛城に一時撤退した。同年九月、再び、毛利軍は、ガスサント城を包囲した。この時、 飯田川を挟んで退治していた両軍の中で、山中高生、鹿之助が、品川松陰、狼助を一気打ちで打ち取ったとされる、山中高生、品川松陰の気打ち。しかし、毛利軍は力攻めを行わずに兵糧攻めを続けた、ため、やがて城内の兵糧が休迫した。その頃には投稿者も出始めていたが、毛利側は、城兵の降伏を一切認めず、 投稿した者は処刑された。こうすることで、孤立した城内に多くの兵が籠もることになり、補給のない中で城の兵糧を食い尽くさせる、作戦であった。やがて、冬になり、兵糧が底を突き始めたところで降伏を認める、考察を立てたため、天子方の牢城兵が集団で投稿するようになった。さらには、天子氏の不代の家臣までも投稿し始めた。 一方の天子側は、宇山久ひ県が資材を投げ打って購入した兵糧を、密かに感動から合算戸田城に運び入りつつ、奮闘を続けていた。しかし、天子義久が残言を信じて、宇山久ひ県を殺してしまうという一件はあり、死期を注いしていった。A69 年11月21日天子氏は降伏。毛利側は、義久ら天子一族の生命を保証し、 二十八日に、城を出た、吉久らは、秋国に引き取られ、遊兵された。なお、和睦の交渉をしている間も、逃亡兵が続出していたため、開城時の城兵はわずか三百余名だったとされる。また、熊野城など残っていた天子方の城も合算と打城、陥落後に開城した。大内氏に続いて、天子氏を滅ぼした毛利氏は、中国地方最大の戦国大名となった。 後方の憂いを断ち切った毛利氏は、A61 年、1568年に、河野氏を支援して、伊予国へ出兵し、さらに翌年 A62 年、1569年には、本格的に大友氏との戦いを始めるなど、その勢力をさらに拡大していく。なお、会場したガスとダジョウには、当初は、福原貞利氏と口場通り両が上代として入場したが、 翌年には、天野隆重が上代となる。そして、隆重の要請により、元成の伊尾毛利元明が上主となった。一方、天越の幸福に不満を持つ山中鹿之助こと、山中康生は、叔父である立原久津ら良と共に、天越最高の活動に奔走した。天越を滅ぼし、中国地方を、ほぼ手中に収めた毛利氏が次なる目標に定めたのは、 北九州を治める大友氏の討伐であった。A61 年6月、1568年7月、元成は伊予国に出兵していた、吉川元春、小早川隆景の両軍を本国である、秋国に帰還させると、毛利氏の伊予出兵、同年8月に、両将を北九州へ派遣し大友氏の討伐開始する。永禄1 2年4月、1569年5月、 には、元成も居城である、吉田軍山城たち長渡国へ向けて出陣する。そして同年5月に調布に入ると、ここに本陣を構えて、大友市討伐の拠点とした、多た浜の戦い。この時、元成の出陣に合わせ、山陰地方の多くの国人たちにも、九州への出兵が命じられており、山陰地方の毛利領の警備は、手薄となっていった。一方、 滅亡した天子氏であったが、天子諸老人の中には、一族の最高を目指す者がいた。その中心となった人物が、山中康生である。A61 年、1568年、康生は各地を放浪した後に京へ上ると、京の東福寺で僧となっていた天子氏一門の天子、正久の維持、天子和久を現存させ、天子最高軍の大将として擁立する。そして、 各地の天子維新らを集結させると、密かに天子家最高の戦いを企てていた。A62 年6月23日、1569年8月6日、毛利氏が大友氏を攻撃するため北九州へ軍を派遣すると、挙兵の機会を伺っていた高世ら天子最高軍は、出雲国へ侵攻を開始する。天子最高軍は、 田島国から数百艘の船に乗って海を渡り、島根半島に上陸すると近くにあった中山の砦を占拠する。勝久ら天子最高軍がここで最高の劇を飛ばすと国内に潜伏していた旧神らが続々と集結し、5日のうちに3千余りの軍勢になったという。そして同月下旬、後世ら天子最高軍は多賀源流がこもる新山城。 新山城を攻略すると、続いて、新宿北岸に位置する末津区、島根県松江市松津町。現在の松江城の建設地に城を築いて、ここを拠点、末津城とした天子最高軍の運州進行。末津城に本陣を移した天子最高軍は、かつての天子市の居城、合参と田城の攻略に取りかかる。うなみ。 島根県安城市広瀬町宇波、山佐、道町山佐、布部、道町府部、丸瀬など、ガス山戸田城の周囲に十箇所余りの向かい城を築くとともに、毛利四方の城を八箇所、攻略して、ガス山戸田城を孤立化させた。そして、A62 年7月中旬、1569年8月下旬、天子最高軍は、ガス山戸田城攻めを開始する。 この時、中国地方の毛輪軍は、元なりの命により多くの者が九州へ出陣していたため、ガスさんと打ジも例に漏れず天野隆茂ら率いる、わずかの兵しか残っていなかった。このような不利な状況を打開するため、上主である隆茂は一計を案じ、天子最高軍へ書状を送りつける。隆茂より、ガスさんと打ジを解放し降伏したいとする書状が送られてきた。 天子最高軍は、その真意が図りかねたため、秋上げ胸信に兵を引き入させガッサンとダジョへ向かわせる。ガッサンとダジョへ到着した、天子最高軍は、高重の所領の通りさしたる抵抗もなく城の奥深くまで進むものの、七曲りの終点付近、三の丸の前において待ち構えていた毛利軍より、吸収を受ける。高重の降伏は、嘘だったのである。 高重の書状を信じ攻撃はないと言い断していた。宗信は、毛利組より鉄砲、弓矢を追いかけられ部隊が混乱し、反撃する間もなく、多数の犠牲者、負傷者を脱出継ぐ城へ続上へ退した。その後、天子最高軍は、山中高生と、立原被殺ならに千の兵を引きさせ、再び、ガスと打ジを攻める。しかし攻略することはできなかった。 戦いの内容は資料によって移動あり、詳細は補説、逸話を参照。退却する際、木内より、熊城大井之助が七十から八十人の兵を、率いて追撃してきたが、牛尾壇上中が、殿との隣その攻撃を防ぎ無事に帰還した。ガス山と田城を攻略することはできなった、天子最高軍であったが、その後、出雲国内において十六の城を攻略。 その勢力を6000余りにまで拡大させた。そして7月下旬、9月中旬頃には、出雲において、在在所々のものとも、残すところなく彼老人、天子最高軍に、どう行こうと、天野高重が書状で伝えるように、出雲国一円を、天子最高軍が支配する状態とな。あ、出雲国内の支配を着々と進める天子。 最高軍であったが、その拠点であるガスさんとダジョについては、岩見からのもより救援軍との戦い、原毛合戦や、沖溜真の反乱、三保の関の合戦などによって時間取られ、攻略することができないでいた。しかしながら、引き続きガスさんとダジョを包囲して、圧力を強め続けていたため、城内では、兵糧が欠乏し、また、マレー、河本、湯原氏らが、 天マコ最高軍へ投降するなど、優位な情勢で、合算戸田城攻略を進めていた。一方、毛利軍は大友軍との争いの末に、立花城を奪取するも、引き続き、大友軍が立花城に泊まり続けたため軍を動かすことが、できないでいた。10月11日、11月19日には、大友氏の支援を受けた、大内照広が海を渡り、その翌日には、 す国の大内屋敷屋とを襲撃してその地を一時、占拠する事態も発生した大内テルヒロの乱。毛利氏の両国支配体制は、一転、最大の危機を迎えるのである。ここに至って、毛利氏の当主、毛利元成は、北九州に在陣する毛利軍の撤退を決定する。10月15日、11月23日、立花町に在陣する毛利軍は、 のみむねかつ、かつらもとしげ、坂本ゆうとうわずかな兵を残して撤退を開始し、その他の北九州に在陣する毛利軍も随時撤退していった。十一月二十一日、十二月二十八日には城に残っていたむねかつらも退却し、毛利軍は文字城を残して北九州からすべて撤退した。a 十二年十月十八日、 五百六十九年十一月二十六日、吉川元春、小早川高景ら毛利軍は、九州から陣を撤収して、調布に帰着すると、十月二十五日、十二月三日、頃に、大内家最高軍の反乱を鎮圧する。照広は、富海で自陣し、大内家最高の戦いはわずか半月足らずで、終結した大内照広の乱。反乱を鎮圧した毛利軍は、 12月23日、1570年1月29日に調府にあった陣を引き払い、居城である、吉田軍山城へ帰還した。A63 年1月6日、1570年2月10日、本国に帰還した、毛利輝元、吉川元春、小早川隆景らは、休む間もなく天子最高軍を自圧するため、吉田軍山城より大軍を引き出陣する。 毛利軍は北上して、出雲国へ入国すると、天子方の諸城を攻略しながら、合算戸田城へ陣を進めていった。そして2月14日、3月20日、毛利軍は、天子最高軍と、布部の地、現在の島根県安城市広瀬町府部で、戦い勝利する、布部山の戦い。翌日2月15日、3月21日には、 木内の兵糧が全くなくなり落城寸前であったガッサンとダジョウを天子最高軍の包囲から解放し救援に成功した。これにより以後の天子最高軍と毛利軍との交師は大きく入れ替わり天子最高軍は水亡していくこととなった。1、雲洋軍実機のみ、記載あり2、陰徳大兵器のみ、記載あり楽しくご覧になりましたら高読と良いです。 クリックしてください。